はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。アクトレイザールネッサンスアイトス編やっていきます。前回ちょっと人口が増えなくなっちゃったんで、とりあえず街全部破壊して作り直しました。で、人口280を超えたので新しいイベントが発生したところからになります。次なる魔物の巣、病床にあるあの民がどうしても参加したいと強く申し出てきている。彼の命がもう行くばくもないことは知っている。話し合い彼の望みを叶えることにした。てか役に立つの？ミグラナには告げずに出発する。砦とかも全部取っ払ってあるんで、よし、じゃあ行きますか。魔物が出てきてるけど、魔物の巣の口、これまた砦とかでも立て直さないといけないからね。これは中心にありそう。OK、なんかドラゴンみたいなのがいいんだけど、どういうこと？しかし鹿としよう。これはもうこれでいこう。ドラゴンは無視、ドラゴンも一緒に叩き潰せるか。魔物の巣がなくなるとドラゴンもいなくなる。ドラゴンすげえ脅威になりそうなんだけど、これで文化レベル3になるんじゃない？上限数はまあアップしたとして、戻ってきた。黙って遠征など一体どういうつもりだ。あれ、これは実体か？それは我の、あ、実体を取り戻したってことか。ミグラナの魂と体が一つになった。何かに呼び寄せられるかのように一人奥へと入っていった。眠るミグラナの体を見つけ封印を解いた。あの者にはミグラナの居場所が分かっていた。最後の仕事をやり遂げ彼はそのまま倒れてしまいました。おそらくもう、そうか、結構犠牲者が出るなこれ。あの者の命を助けよう。え、俺が？そうだよ、終わってしまったものを蘇らせることはできない。彼は最後の力を振り絞ってこの神殿にいる。神の涙に包まれて眠りたい。雨を、この願いをお聞きどけください。そうだな、死者へ敬意。ここでいいの？ちなみに愛とその民が一人神のもとへと召された。心より感謝いたします。米の技術書ってか、米ってさあ、レベルアップした、文化レベル上がった。よし、また全部破壊しよう。町生き残りが身を寄せ合って群れを成している。そうだな、そのためにもとりあえず文化レベルを1回3にしなきゃいけないから、破壊できるものは全部破壊する。破壊と再生、それは表裏一体。これ全部破壊できるかな。もういいね、マジックパワーがあるっていいよね。人口が2になったんだけど、こいつとあれ
そういえば男の人死んだからさ、別の男の人が当てがられてんのかな。ちょっと街が発展するまで待とう。懺悔、どうか聞いてほしい。我は異変に気づいていた。気づかないふりをしていた。なるほど。なかなかいいやつじゃないか、ミグラナちゃんは。この地を脅かす魔物を全て倒すまで戦う。よろしくね。ちょ待って、もう襲撃なんて乗り切れねえよ、どう考えても。あ、ここだけ一応発展させとこう。人が足りん、人口が2人しかいない。なんか邪悪になってるけど、とりあえず襲撃を乗り切ろう。レベルは4。なんかミグラのレベル低くね？そんなもん。ミグラの戦闘不能、神殿完全破壊。よし、余計なもんはないな。 SP 回復剤1個出てるから、これはもうなるべく後の方も取りたいんだよね。でも消えちゃうよね。来たか。この目玉はどういうあれだ。弓、なんかあんま聞いてないぞ。やべ、弓兵を結構やられそうだ。はい、ちょっともう全力を使って。これさ、無駄だよね、よく考えれば。あ、アースクイックは効かねえな。 SP 回復。雷、こっちの弓がやられてる。あいつは弓兵を倒すんだな、あの目玉の野郎は。目玉の親父、レベル2回復。ミグラナ頼む。よし、倒した。回復。ここがやばいな。英雄召喚できるわ。これはもうやっぱ一回ダニエラを召喚しておくべきだな。ここ戦闘のど真ん中。さて、一応向かわせるか、ミグラナも。早い、強っ。ミグラナマジで強い。で、ミグラナはちょっとまた下の方に派遣しよう。こいつマジで速い。やばい、やられる。回復で、アロンと行くか。ここに行こう。ミグラナちゃん頼む。やばい、やられる。下の弓兵がやられる。魔法障壁みたいなのやった方が良かったかな。最後の波状か。回復して、いや、こっちからも来てんな。これは、え、誰？ゲミグラナ戦闘不能になりやがった。マジか。ちょっと弓より魔法障壁作った方が良さそうだから、ちょっとそっちにしよう。では第2戦目どうだ。
まず左下から来るんだよね、ここ。あとここか。SP 回復剤がうまく2つ出たな。こいつすげえ厄介だからな。あれ、どこ狙ってる？ミグラナちゃん狙われてる？あ、柵やっとけばよかった、そういえば。暗い。柵の設置はこいつ関係ないよな。台風、台風はこいつ効かねえわ。あ、でも魔法消費結構いいな、やっぱり効いてるっぽいぞ。よし、英雄召喚いける。ここはもうダニエラを、上が結構食うからね、来た時のためにここに待機させとこう。よしよしよし、 OKOKOK で、これで全回復するはず。さあ来た、ニグラナ狙ってくんな。強え、魔法衝撃今回かなり役立ってるわ。弓よりいいな、やっぱり敵に合わせて作った方がいいや。でここアロンゾをこいつの護衛にしよう。頼むぞ。マジックパワーもだいぶ余裕がある。あ、外した。いけ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 。ちょっと一回サンダー打つか。お前ら消えよ。あ、ミグラナちょっとやばいね。ちょっとやばいんで援護射撃をしよう。ちょっとミグラナちゃん前線に出すぎなんじゃないかな。リンゴリンゴ回復 100%。 すげえ波状攻撃だな。減ったらやろう。あとは何によるね、風には弱いか。真ん中に集めて食らえ。回復何かが狙われているな。サンダーが大して効かないから、結果ミグラナがやっべんだけど。すげえ減ってる。あぶねえ。勇猛果敢すぎだろ。いや今回はマジで魔法障壁役に立った。てか防護策全く使ってなかったな。命尽きるまで戦い続ける、それだけでは足りぬ。亡くなったあの者への償い、あなたの祈祷で流れ込んだ気により不思議な光景を数多く見た。あなたが自分でも思い出せない記憶、あるいは心そのものだったかもしれない。彼は知った。あなたはかつての一族の命を守るためサタンと取引を行った。取引の結果あなたはたった一人犠牲となり、英語の時魔力を捧げ続けることになった。あ、そうなんだ。魔物に屈し卑怯に生き残ったわけではなかった。彼は一族を思うその心に触れ、気高くも悲しいあなたを救い出したいと願い、その度に望んで行動した。彼の死でこれ以上自身を責めるのはやめてください。心まで救われてしまった。覚醒の時、女王の宝玉。そんな気はしてましたがね。あとこれを何回繰り返すんだ。8個。であとはまたプラプラしてればいいのかな。
愛とその血の風が止んだ。大いなる冷風は風車を動かす星座の要。風。霊峰ガガゼと山から風を起こせということか。どこに？いや風吹かせるのはいいんだけどさ。ちょっと待って、ひでりじゃねえよ。とりあえずどこに吹かせればいいんだ。中心に吹かせてみよう。これさ、台風だろ、もう竜巻だろ。再び風車を動き始めた。てか風が止まった理由が分かんないじゃん。我の声を聞け。巨大な魔物がこちらに向かっている。英雄として目覚めた我の力を見せるとき。確かにかつてない力を感じる。そんな強くなってないでしょ。でも心配して損しました。魔力の本流、大型鬼ドクロ、神殿と砦の完全破壊か。経験の書は使おう。13個あればレベルは上がるでしょ、余裕で。おお、2上がった。攻撃力4。行きましょう。このまま魔法障壁しか立ってないけど、とりあえず1回どういうのが有効か見ないといけないからね。魔法障、あ、出た。こいつがいるってことはやっぱり弓の方が良さそうだな。これか、大型ドクロ。これダニエラよりアロンゾとかの方がいいのかな。まず何か聞く。そもそも雨か。小ドクロは結構効くな、雨。いやダメだ、ちょっとやっぱり上は弓にしよう。効かないでしょこれ。いや全然効いてないよ。雨に。いや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 全然ダメだ。下はこれでいいかもしんないけど、英雄召喚できんな。ここはもうアロンゾだな。ここにやろう。頼む。で柵ちょっとやっぱやっとくべきだったな。こことここと、ここは意味ないよな。ここ意味ある。なんかすぐ破壊されそう。いけんなこれ。でダニエラを下にやるか。今度はされた。で雨。アロンゾ頼む。てか雨が全然できない。右は魔法障壁でいいな。左どうしよう。魔法障壁もなんだかんだってすげえな。雨じゃなかった、雷だった。あとアロンとかヤツを倒してくれるのを待つしかない。雨で援護しながら。4.4、 結構長いな。たまには立ち返ってさ、アロンゾとかレベル上げた方がいい。こいつしかいねえし、もうアロンゾが一生懸命戦っている。倒した。
なんだかんだ言ってなんとかなったわ。我らの勝利。地震。おお、火山が噴火した。噴火。我らへの試練、あなたの怒りなのでしょうか。サタンの仕業、溜め込んだミグラナの魔力で火山を噴火させている。魔力の本流クリア。火山より噴き出した炎、アイトスを飲み込もうとしている。主の民、心から助けを請う。人の生き死には変えられん。サタンの企みを阻止するのは神の務め。アイトスを救うため奇跡を起こす。え、どうすんの。行けってこと。祈りはございません。アイトスの町を救う。癒しの魔法挑戦中。雨の奇跡を使う。あ、雨降らせろってこと。そんな単純でいいんだ。はい、これでなんとかなんの。火山だよ。無理だ。強い雨。そうだね、3で行こう。くらえ。でも雷落ちたよ。マジックパンの無駄をした。すべてを覆うほどの雨。実に見事であった。感謝の祈りを捧げよう。囚われていた日々の記憶がよみがえった。火山の地下深くに炎をまとった恐ろしい魔物、炎の王火炎車、サタンの眷属。神はあと少しでその者を倒す力を取り戻す。これどうすればさ、取り戻せんの。あ、人々の祈りか。だから人口だ。人口400人。え、そのためにはさ、もう一回全てを破壊しないと無理じゃない。400って結構だよ。まず例によってこれは撤去しよう。でどうだ、建造中。上限が400超えないといけないから。また待ちか。お、いった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 。400超えてんね。あとは時間が時間が解決してくれる。来た。あなたの守りを受け、アイトスの民はここまで栄えた。癒しの魔法を捧げます。あ、これ癒しの魔法って回復魔法、もしかして神秘の力。癒しの魔法を取得した。やったぜ。よし、ちょうどレベルも上がった。で、ここにはまだ行けないの。聞け、ミグラナよ。今この時、お前たち人間のついえぬ願いが神の失われた力を呼び戻した。炎の王火炎車、神によって打ち滅ぼされるであろう。必ず勝利すると決まっている。行けってことか。じゃあちょっと、まあキリがいいっちゃキリがいいんで、今回はここで終了して、次回はこの火山突入するところから始めていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。